竜渡る国は大韓民国のソウル特別市出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。2001年、特殊情報産業高校時代にシカゴカブスと契約してプロ入り。デートナカブス所属時代の2003年4月23日にフロリダのジャッキー・ロビンソン球場でオジーと呼ばれ、親しまれていたミサゴを見つけるとニヤニヤと笑いながら、 高級を数度にわたって投げ続け、4回目にその頭部に高級を命中させた。ミサゴはその6日後にこの傷が原因で死亡した。リュはフロリダ州の保護庁であるミサゴを殺したことで、罰金刑と保護観察処分を受けた。その後、2006年にはメジャーに昇格して、5月14日にパドレス戦で、リリーフでメジャーデビューを果たす。 しかし、初先発となった同年5月28日のアトランタ・ブレーブス戦で、1回1、3回28球、6失点、4飛本塁打で5足、交番ごとマイナー戻りとなった。その後、8月下旬に再びメジャーに昇格されたが、ブルペンに回された。2006年は当番した10試合のうち6試合で、失点するなど目立った活躍はできなかった。2007年、 タンパベイデビルレイズにトレードされた。デビルレイズではメジャーで開幕ロースターに入るもマイナーとメジャーを行ったり来たりと成績を残せなかった。2008年もレイズと1年契約を結んだがオープン戦でカットされマイナー行きとなった。その後4月中旬にメジャーに呼び出されたがシアトルマリナーズ相手の敗戦処理として1回1。 三を投げただけで3日後には再びマイナーに戻され、その後は5月に負傷者リストに掲載され、そのまま一度も投げることなくシーズンを終えた。チームはポストシーズンに進出したが、ロースターには登録されなかった。2009年1月13日にゲイブ・キャプラーの獲得に伴って戦力外となった。1月15日にベーバー経由でサンディエゴ・パドレスへ移籍。しかし、 パドレスでもシーズン開幕前に再度ウェーバーにかけられ、3月26日にクリーブランドインディアンスに移籍したが、身体テストをパスすることができずに、パドレスに送り返された。その後、解雇された。2010年にはテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、労働ビザ発給が遅れたために、開幕前に解雇された。その後、6月には韓国に帰国して、 兵役検査を受けたが選手時代の肘の故障によって現役兵ではなく第4級の公益勤務要員として含むし2012年10月に除隊された2009年の第2回ワールドベースボールクラシックで韓国代表監督を務めた金飲食は米国で竜渡る国にあったが変わってしまっていた高校の時は非常にいい投手だったが 今は使い物にならなくなっていた。マイナーリーグでしっかりと学べなかったようだ。韓国の高校生がメジャーリーガーになるために何人も渡米しているが、こういう姿を見て考えなければならない。米国に行ったからといって、皆がメジャーリーガーになれるわけではない。日本のようにプロを経て FA で行き、認められるべきだとコメントした。2013年1月。 韓国での保有権を持つ LG ツインズに入団した。5月19日、韓国初登板初先発となったキアタイガース戦で、韓国初勝利を挙げた。同年は、チーム最多の12勝を記録。2014年以降も、先発として起用される。2016年は、自己最多、チーム最多の13勝を記録。2017年は8勝にとどまった。 2018年は一軍当板がなかった。2019年は約2年ぶりに試合で当板するも未勝利のまま8月23日に現役引退を発表した。ありがとうございます。